こんにちは。いつも民話を見ていただいたり聞いてくださって本当にありがとうございます。今日は食わず嫁というお話です。寝地で撮ったお話なんですけれど、ケチなアンチがいたんですね。そして、お嫁さんもらいたいんだけど飯食う嫁は嫌だってわけです。飯食われると自分の食べるご飯もなくなっちゃうということで、飯を食わない嫁が欲しいということで食わず嫁というお話が残っています。これを聞いてください。食わず嫁。昔昔のこと、根知の奥山の村に五兵衛という名の、それはそれはケチな男が一人で暮らしておったとさ。村の長が五兵衛さや、そろそろ嫁さをもらわんかいのと言うと、嫁もらって飯食われりゃでっかい損だ。飯食わん嫁ならもろてもええ。五兵衛は嫁に食わせる米までも惜しんで言うたじゃんね。ある日、白髪頭のばあさがやってきて、おい、五兵衛や、嫁見つけたそい。明日連れてくる。もらえや。おら、飯食う嫁なんざいらん。大丈夫じゃ。飯食わん嫁じゃ。翌日ばあさはきれいな娘を連れてやってきて、五兵衛や、嫁さ連れてきたぞ。えらいきれいな娘じゃけん、本当に飯食わんのかい？五兵衛は不思議そうに聞いたとさ。飯食わんす安心せえ。ええか、置いていくぞ。というなり、ばあさは出て行ってしまったそうな。嫁さは色白で器量よしで、おとなしゅうて働き者だったとさ。四五日して、いくらなんでも飯食わんなんてのはおかしい。きっとこりゃ、俺が仕事に出た後で食うとるに違いない。と思い、次の日、山行ってくるそいな。今日は帰りが遅くなるぞ。と五兵衛は嫁さんに出かけるふりをして、家の裏口から入って、高に登って様子を見ることにしたんだとさ。まもなく嫁さんは、大鍋を出し、米を三畳も炊き上げると、せっせと握り飯を作った。飯を全部握ってしまうと、髪の毛を束ねた玉の紐をパチンと切ると、頭の真ん中にでっかい穴が開いておったそうな。タカから見ていた五兵衛がびっくりして見てる間に、嫁さは頭の穴に握り飯をどん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 放り込み、三畳のご飯を全部平らげてしまったんだとさ。五兵衛は慌ててタカから飛び降り、飯食わんなんてとんでもない嫁だ、すぐに出て行ってくれろと怒鳴ったってね。明日の朝は出て行きますそい、もう一晩だけ泊めてくんない。嫁さんは泣き泣き頼んだとさ。五兵衛はかわいそうになり、もう一晩だけ泊めてやることにした。次の朝、嫁さんは風呂を沸かし、いい湯加減になっとりますそい、入ってくんない。優しい声で言うたとさ。五兵衛は久しぶりの風呂に入り、いい気持ちになってついうとうとしてる間に、嫁さんは風呂桶に太い縄を回し、五兵衛が入ってるまんま急いで走り出したんだとさ。チャポンチャポンチャポンと湯が揺れるので、目を覚ました五兵衛がびっくり仰天して、おい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 、どこへ連れて行くんじゃと聞いても、嫁さんは黙ったまんま山道を飛ぶように走っていくとさ。風呂桶の中の五兵衛は恐ろしくなり、ガタガタと震えた。しばらくして五兵衛はポイッと木の枝に飛びつき、道に降りると裸のまんま嫁さんの後をつけたとさ。嫁さんは五兵衛が風呂桶から抜け出したとは知らず、細い急な山道を走り続け、山のてっぺんの岩穴に着くと、おーい、土産持ってきたぞーと言って桶を放り投げたそうな。
あの中から白髪頭のばあさが顔を出し、桶を覗くと中は冷めたお湯ばかり。嫁さとばあさはたちまちたぬきの姿になり、五兵衛にやられた、悔しい、ああ悔しい、でっかい声で泣きわめいたとさ。隠れて見ていた五兵衛はガタガタと震えながら山道を帰ったそうな。それからのこと、五兵衛のケチはほどほどになったということじゃ。一語栄え申した。